ッチャブル対バーニング全面対抗3対3のシングルマッチを迎えようとしております。サマーアクションシリーズ松戸市運動公園体育館です。アンタッチャブル三沢小川柿原、そしてバーニング小橋秋山志賀、この3人が全面対抗のシングルマッチで激突いたします。まず三沢小橋両チームのチームリーダーによる抽選の権利を決めるくじ引きを行います。バーニングのチームリーダー小橋がこれから抽選箱の中にあるアンタッチャブルの対戦メンバー3人のボールを引きます。さて週刊ゴングの竹内さん、はい、非常に楽しみな一騎打ちになりますね。どういうカードが出てきますかね。さあ小橋は誰を引き合ったか。小橋健太対柿原雅人、まずこの試合が決まりました。さあ次は秋山、三沢を引いてほしいところです ね、 そうですね。どう出るか、三沢か小川かになりますが、叩きつけました。あっと秋山小川、そのボールを叩きつけた相手小川が今この挑発に加藤さん乗りましたね。そして残り三沢光晴対滋賀健太郎、今対戦カードが決まりました。このアンタッチャブル対バーニング3対3の全面対抗シングルマッチ、この後まもなくゴングとなります。当然この2人のシングルマッチは初対決になります。飛びついた飛びついた DDT を取った、飛びつき DDT、 まず一つ大きな技を出しました滋賀健太郎。さあここから畳みかけるか。さあセカンドロープを使って、さあスイッチで DDT、 おっとこれはちょっと不十分か。三沢はくるっと1回転立ち上がりました。一つの技の流れが切れてしまうと滋賀は苦しい。ニュートラルコーナー振り返して、さあ両足が待っていた。さあ声を上げて倒れません、滋賀倒れません、蹴るってもう一回突進だ、エルボー、よーまだ声を上げます、エルボー打たれて、さあ今度はボディアタック。ただ竹内さん今くそーという大きな声を上げましたね。ここがやっぱり滋賀の心意気といいますかね、ガッツのあるところですよね。そうですね、全シリーズは6月9日仙台で小川の持つ世界ジュニアにも挑戦しました。勝負タイム5分経過、おそらく滋賀にとっては非常に長い5分だったかもしれません。わっと切り返した切り返した、三沢が今右の肩を押さえています。さあ滋賀がカバーに入ります。その世界ジュニアの挑戦の後、小川が2回目の防衛に成功したんですが、こんなに手強いとは正直思わなかったというコメントを残しています。その成長の度合いをこの三沢戦で見せられるか。くるっと待って飛びついた飛びついた、振り向きざま飛びつきました滋賀健太郎、果敢にカバーに行きます。サードロープに足がかかりました。多分今三沢はですね、ダイビングボディアタックに来るかなというような一つの身の構えだったと思うんですね。なるほど、 DDT に持ってきましたね。さあバックに待っているぞ、エルボーで勝つの三沢、くるっと回って、おっとエルボーかわした、バックに待って、バックに待って、ジャーマンスープレックス、ゴールドに丸めている、返しました三沢です。今日の滋賀ともかく三沢に対してどれだけ多くの技を打っていけるかですよね。そうですね、さあ果敢に打っていくのはこのスイング式の DDT か。バーッと返されました、三沢がよく見ている、立ち上がってどうするんだ、ドロップキック、胸板にヒットしました滋賀健太郎、エルボーを打って、いやもう滋賀にはこれしかありません、これにこだわりますね、そうですね、叩きつけて、さあどうするんだ、もう一回持っていくのか。先ほどは三沢に返されました、果敢にハンマーを振り下ろして強引に持っていくことができるか滋賀健太郎。3度目の正直になりますかね。エルボーを打ってもう一回抱え込んだ、さあくるっと待った、スインディング DDT、三沢が対角線まで飛んでいった、咳込みながら、さあ滋賀健太郎がカバーに入った、2で返します三沢です。やっぱりね、2回潰されてもね、3回目にチャレンジするという心意気がいいですよね。そうですね、さあ自らロープに飛んだ、エルボーが待っていた、さあ今度はもう1回飛んで、もう1回エルボー、倒れない滋賀健太郎、3発食らってようやく倒しました三沢。さあ今度は駅火星に三沢が抱え上げて抱え上げて、おっと旋回式のバックドロップ、滋賀も今短くパンチを振り下ろして返そうというところ、とにかく滋賀の動き一つ一つには気迫が感じられます。
さあ今度はバックに待ってもう一回持っていくのか。おっとパンチ振り下ろしてエルボーを打っていった。さあ今度は志賀がロープに飛んでいった。ドロップキックことごとく三沢を倒していきます。さあ今度は赤コーナーのトップに志賀が立とうというところです。リングの中には三沢、三沢へ来ました。おっと三沢がスクッと立ち上がった。いやーこの速さに来ましたがエルボー打ってさあ構えられた。返せるか志賀、返せるか、返した志賀、返した三沢のエルボーを返した。刻みにエルボー打った。志賀が倒れます。ジャイアント馬場の最後の付き人だったこの志賀健太郎、王道のその教えをこの三沢戦で見せることができるか。おっとランニングのエルボーだ。志賀が倒れます。リングの中央、さあカバー返します。ここは頑張りどころなんですけど ね。さあリングの中央輝いたタイガードライバー。さあ三沢どうだ。スリーカウントを奪った。まずはアンタッチャブルが先勝、一勝を挙げました。ロープに振ってキッチンシンク腹を抑えてキッチンシンク2連発。今度はカーソンとしてはかわされた。おっとストマックに小手カッキーカッター。小林が場外へエスケープしていきます。エプロンサイドで立ち上がるか小林健太、距離を取っている柿原。あっとドロップキック、場外鉄柵へ飛ばしていきました。一転してまた苦しい状況になるのか小林健太。あっとスライディングでキック、顔面に行きました。鼻のあたり押さえています。小林健太であります。まだ一つ一つの攻撃が鼻に響いてくるでしょうかね。やっぱりここを攻められると苦しそうですね。深追いはしません柿原です。小橋が立ち上がってくるのを待ちます。柿原正人、ようやくエプロンサイドからリングの中に入ってまいりました小橋健太。そして柿原は青コーナートップコーナーに登って小橋が立ち上がるのを待って、そしてミサイルキック胸元を命中しました。さあ片指固めカバーに入った。カウント2つ、柿原がここでアンタッチャブル2連勝持ち込むんでありましょうか。小橋を飛ばして、そして嬉しいに入ったか。左腕でフックしています小橋健太。なんとかこの状況を打開したい小橋健太であります。腕を捉えている柿原、この状況を打開することができるか小橋健太。じりじりと柿原を潰して、そしてここから強引に持ち上げていくか。持ち上げた持ち上げた持ち上げた、柿原を持ち上げて、そして状況を打開しました。しかし小橋右肘のあたりを抑えて相当ダメージあったようですね。かなり辛そうですね、はい、試合時間は10分を経過しました。さあハーフネルソンか、ハーフネルソンか、あっと腕を押さえた。さあ右手を重点的に攻め続ける柿原、これは完全にいい形のアームロックですね、はい、小橋の右腕を潰しに行ってますね。小橋の右腕を潰して、そして小橋のラリアットを封じていきたい、それが柿原の狙いでしょうか。顔面への小手ロープに飛んで、あー小手一気に崩れ落ちました小橋健太。片指固めカバーに入ってカウントがガーンと2つ、ようやく左肩を上げました柿原が。このまままた狙ってますね、決めていくのか。距離を取りました、距離を取って、そしてあーっと服で迎撃か。バックを取っている、バックを取っている、ジャーマンセプレックス投げっぱなし。さあ立ち上がったのは柿原だ、頂点かわしてローリングの下がり、さあバックを取ってジャーマンセプレックス投げっぱなし。さあカバーに入った片身がない、片身がない、カバーに入ったカウンター、カウンター立て
小林は一瞬の隙を突いてジャーマンセンテックスを埋めて打っていきました。そして拳を握ったラリアットがラリアットがキックで迎撃された。あーっとフライングヒールキック。しかし立ち上がっている小林健太、けさぎりチョップからさあラリアットに来るか、ローリングのけさぎり、さあ拳を握ったぞ。小林が拳を握るとき、それは何かが起きるとき、さあラリアットカバーに入った、カードが入ってカード打つ。最後はラリアットで竹原を仕留めました。おっと小川が今秋山の顔にタオルで打ち付けました。さあ今度の名前から熱い展開になりました。さあ秋山がコーナーに振っているボールだ。さあ抱えて巻き上げた方は先ほどようやく軍がなりました。さあアンタッチャブル対バーニングの一勝ずつで迎えたこの3戦目大勝戦になります。小川が今秋山を場外に蹴散らして悠々と T シャツを脱ぎ捨てます。秋山がすぐさまリングに戻りました。そしてその T シャツを目隠しして、さあ今度は小川が場外に逃げます。秋山が追いかけます。目まぐるしい展開になりました。このキックを打ち放ちました。さて竹内さん、はい、アンタッチャブル1勝バーニング1勝で迎えた大将戦が小川対秋山です。まあ小川の場合ですね、抽選会における秋山のですね、はい、自分のボールを引いてやっぱりそれを投げつけた、その行為でまさにその小川のプライドが本当に傷つけられましたよね。そうですね、今誤ってセコンドの選手にハイキックがヒットしてしまいました。秋山が小川をロープに繰り返しました。鉄柵からさあ、おっとスライディング、スライディング、今場外で小川がスライディングを見せまして、秋山があるいは顔面から鉄柵にぶつかったんでしょうか。ちょうどそう、喉元のあたりから入ったみたいですね。今首のあたりを押さえています秋山純です。あ、そして三沢が見てますね。顔面を砕きました。やっぱり選挙気になるんでしょうね。そうですね、アンタッチャブルでは三沢が、バーニングでは小橋が勝利を収めました。さあエアープレンスピード体制が落とした鉄柵に落とした。右腕のあたりを強く打ちつけられました小川。先ほどは場外戦でスライディングを見せた小川が秋山を打ちつけるシーンがありました。場外戦でのお返しを見せた秋山です。やはり小川にとってはその勢い流れというものがピタッと止まってしまうと怖いですね。そうですね、ともかく小川の場合動いて動いてですね、それで技を仕掛けていかないと突破口は見つかりませんからね。そうですね、去年の9月11日日本武道館の時にも非常に目まぐるしい動きを見せました。あわやというシーンも何回も見せたのは、さあ抱え上げた秋山ブレインバスターを落としました。2で返します小川です。30分日本勝負のこのシングルマッチ10分が経過しています。両雄滝のような汗です。抱え上げて、おっと逆さに貼り付け状態にしようという秋山です。うわ、これでは小川が身動きが取れません。血が頭にまさに逆流してまいります。その状態のまま顎のあたりを押さえつけている秋山純、距離を取って助走をつけて、バーッと引っ込んだ中のあたりに両足がピーンと揃ってヒットしました。立ち上がりは小川がその1点攻撃でスタミナを奪いました。じわじわと秋山が来ましたね。ちょっと秋山の攻めがですね、自分の感情に走りすぎているような感じがするんですよね。もうちょっとやっぱり勝負にこだわってほしいと言いますかね、なんかその小川を痛めることに集中してですね、まだちょっと勝負をかけてきてるって感じがしないんですよね。ということはその立ち上がりからの一連の流れに対する報復と。ですから逆にちょっとその秋山のペースがですね、小川によって狂い始めてるのかもしれないですね。確かにちょっと秋山らしいそのスピード感というのがないような印象ありますね。大きな技も出てませんしね。そうですね、そうですね、立ち上がりからまだ大きな投げ技ですとか決め技というものはありません。10分がすでに経過しています。あるいはここまでの展開でどっちが持ち味が出てるって言って、小川の方が自分の持ち味をよく出してますよね。そうですね、ですからあるいはその小川の、今は小川が攻められてはおりますけれども、全体の流れから見たらあれ今小川ペースなのかもしれませんね。秋山が小川のペースに乗せられているのかもしれませんね。本来の動きをしていない秋山、ただ秋山というのもなかなか懐の深いところがありまして、その対戦相手にいろんな
ペースで持ち込むという試合運びをしますね。そのあたりがですね、よく出てくれば勝負に当然勝利も続いてくるんですけどもね、ただ今はアルメン意地の張り合いという展開も見られます。ロディ・シザースが今ようやく届けました。小川膝のあたりにキックを落としました。さあ今度はストマックです。さあ掲げた、ストマックに落とした。このあたりもスタミナを少しずつ奪おうという秋山の持ち味。この一部分だけを切ってみますと秋山が非常にどっしりと構えているようにも見えます。ただ全体の流れの中ではこれがどういう結果になるか非常に興味深いところです。ボディースラムで打ちつけた秋山が少しゆっくりと間を取って技を仕掛けています。リングの中央で両足を取りました秋山。少しずつこの技をかけられている小川の表情が苦しくなってまいりました。ボストンクラブの体勢です。サードロープまでは少しまだ距離があります。しかし両腕を立ててなんとか流れようという小川。両雄ともキャリア実績そのあたりは十分なものがあります。さあ試合の流れが少し止まりつつあります。秋山が一気呵成に攻め込むのか小川は返していくのか。いいリフトを当てて今度は秋山が小川をロープに飛ばしていった。帰ってくるところ飛びついて飛びついてクロットまでネックブリーカー。さあ小川がこれから反撃に出られるかどうか。飛びついてのネックブリーカーを見せました小川です。ブロックして S 文字だ。足を取ってエンディ切りパチーンという音が響きました。さあ小川が少しずつペースを取り戻してバックドロップカバーに入ります。去年の9月11日武道館でも何度もその返し技丸め込んであわやスリーカウントというシーンが何回もありました。秋山ロープに繰り返した。さあ DDT 額を打ちつけた。今は凄まじい勢いで押しました。おーと言い方上がりました。いや竹内さん小川の一つ一つの技の切れ味がすごいですね。いいですね。またここで小川ペースに完全になってきましたね。そうですね。ああ勝負タイムはまもなく半分の15分を迎えようというところ。さあ両手取ったリングの中央タイガードライバーの体勢だ。返します秋山。三沢が奥で見ています。チンクラッシャーを見せてさあ今度はセカンドロープに足をかけた。後ろからわっとちょっと手が滑りました。三沢が会場の隅から見つめています。バックに待ってバックに待ってバックドロップ2発目高みかける小川立ち上がるように促しています。さあもう1回バックドロップホールドに丸めている。スリーカウント小川秋山返しました。アンタッチャブルバーニング。果たして今後の全日本プロレスの舵取り役はどちらになるのか。15分が経過しています。この試合に勝利した方がアンタッチャブルバーニング共に勝利を収めることになります。小川が勝てばアンタッチャブル秋山が勝てばバーニングが勝利を収めます。1勝1敗同士で迎えているこの大将戦の3戦目。細かくパンチを振り下ろして足を取った秋山ヘッド入り2つ目クリーンヒットしました。バックに回ります長い間回って対応浴びせた秋山顔面の当たりを抑えています小川。いや小川としてはこの流れを切りたくありませんね。そうですね。次の大技につなげたいところですけど ね。小川は先ほどから執拗にバックドロップを打っています。さあ輝いてあっとコーナーポスト顔面を打ちつけました。さあダブルアーム式の DDT を打ったダブルアーム式で打ちました秋山返しました小川。徐々に徐々にこの秋山の重厚感が小川にのしかかってきます。場内は小川コールに包まれてまいりました。抱え上げたあーツーサンダーおっとホールには行かないホールには行かないそのまま畳みかけるのか秋山時間をたっぷりこのあれを狙ってますかね。バックに回ったバックに回った抱え上げてわーっともう一発連発だった。さあリングの中央小川返せるか返した返した小川返した。さあこの2連発はエクスプロイダーへの除却となるのか。2
や、ここでエプロンに出てニュートラルコーナーのトップに立とうという秋山、リングの中には小川でしたり、小川はこちらを向いた秋山、飛んだミサイル機関車、小川が反対側のニュートラルコーナーまで吹っ飛ばされました。さあこの距離は危険だ、この距離は危険です。助走をつけた、あーっとエルボーかわした、さあクレッと回り込んだ、さあどうだ、返しました秋山、目つぶしからシェックラッシャー連続技だ、さあフラフラって4の G、 4の G チェックライブ、リングの GO だ、あーっとカウント1だ、1で返しました、エルボーを打った秋山、ブロックしてエルボー連発持っている、あーラリアット、ローリングのラリアット、ここからじっくりと合流しに来るのか秋山、余裕を持っている秋山潤、一目に変わるか、さあエクスプロイダー、広角度のエクスプロイダー、小川返せません、バーニング勝利を収めました、2勝1敗大将戦エクスプロイダーで秋山潤が勝利を収めました。この2人が今ゆっくりとリングに向かおうというところ、おっと今ジョニーエースが放送席に来て、フィールザパワー、フィールザパワーのこの今ゆっくりとリングに向かおうというところ、おっと今ジョニーエースが放送席に来て、フィールザパワー、フィールザパワーのこのジョニーエースが T シャツを持ってきまして、武道館を見ているというメッセージをしております。フィールザパワーという放送席に来ております。今大森がこれを見て、これを見るなと、この T シャツを着るなと放送席を挟んだの攻防になっております。リングの中にはジョニーエースが一人取り残されております。ラリアットを壊した、バックに回った、さあ今度は中山がハイキックでアシスト、ジャーマンスープレックスホールドに並べた、スミスカット、さあ今度はスミスをコーナーに押さえつけて、リングの中では今度は6人が入り乱れているぞ、ジョニーエース、さあクソンバーの構えました大森、さあ助走つけたい、アクソンバーブロックした、挑戦の意地をかけてこの前哨戦で負けるわけにはいきません。さあ小村クラッチの体勢は、小村クラッチで投げていくのがジョニーエース、あっと巻き投げた、ハイキック、あっとガンを閉じました、リングの中は大森とエースだ、あっと背後からクスコンバー、背後からクスコンバー、カバーに入る大森、スミスカット前哨戦です。挑戦者にとって前哨戦とは負けてはいけない試合です。さあ高山オブライトがダブルのショルダータックルだ、ダートガンは場外です、リングの中はジョニーエース、さあフライングメアで投げたミドルキック、さあコーナーから大森、いい落とした、助走つけた、あっとバックした、もう一回バックスボンバー、バックスボンバー炸裂、さあカバーに入った大森、カバーカットに乗らない、キーカット、前哨戦で大森勝利、バックスボンバーでジョニーエースからキーカットを奪いました。おアナウンサー、あんな T シャツ捨てとけよな。